今度は交互に使った足を自分の利き足、左利きの人は左足でやってください。右利きは右でやってください。ツータッチでボールを動かすというイメージです。止めて押し出す、止めて押し出す。僕は右利きなんで右足でボールを出して、止めて押し出す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 っていうイメージですね。じゃあボールを触ってない方の軸足はどうなってるのっていう、そこを今日はちょっと意識して、軸足の動かし方、特にこの後続けて体を横に動かす時に、じゃあ軸足はどういう力の入れ方をするのか、ボールを触ってない方の軸足を後ろでちょっと動かしてみてほしいんですよ。特に右に行くときにね、左に行くときはそのまま触って、右に行くときに軸足を、ボールを触っている方の足を後ろをね通すようなイメージ、ボールを右に持っているときに後ろに軸足を通す、後ろに通す、後ろに通す、後ろに通す、通す、止める、出す、止める、出す、ツータッチね、止めて出す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 、その時の軸足の動かし方を、力の入れ方ですね、まあ、つまりここにあるボールをこれだけの距離で動かすのと、軸足を触る前にここに持っていって、ここまでボールの動かせる幅を取るのかっていうことだけで、相手の応対っていうのは大変になってくるわけですね。だからボールの動かせる幅を広げることと、僕が軸足をたくさん使ってもらってるのは、サッカーの場合は両足でくっついてる状態がゲームの中にないので、蹴る時もドリブルで運ぶ時も常に片足で立ってる状況、片足で立ってる時間を長くキープできる選手は、だいたい過去を遡ってもいい選手多いです。それに応対するディフェンダーが我慢しきれなくて、どっちか山をかけて動くのを見て逆を取れるぐらいの軸足で長く立って折れる選手っていうのは、そこまでギリギリ、自分の優位性を保つことができるわけですよね。